皆さんこんにちは。こんにちは。どうもです。こんちは。スターフォックスみたいなボス戦からスタートだ。こいつ結構難しかった気がしますね。簡単なボス戦において張ってところですよね。コミカルなデザインですね。20分ぐらい苦戦してたのは秘密だよ。自分で自白するスタイル。リンゴ投げ放題なんですね。食べ物で遊んではいけません。宇宙空間だからリンゴも立派な凶器になるよ。クラッシュは空気なくても大丈夫なんですかね。この先のステージで普通に宇宙服着てるんだけどね。まあフラッシュなんで何でもありですよね。一度に両方壊すのが理想なんですよね。レーザーは怖いですよね。相手の手の内は分かっているから全く脅威ではないのだ。第一形態は突破しましたね。本当にスターフォックスみたいだよな。参考にしてるとすればスーファミ版なんですけどね。スーファミ版。あれは衝撃的だったね。あれは拡張チップを使った力技でしたけどね。それにしてもノールックでリンゴを飛ばすクラッシュすごいよね。そのリンゴはどこから出てくるのでしょうか。そこを突っ込んでしまうと世の中にある大体のゲームに突っ込まざるを得なくなるのですよ。そうなんだよな。別に左右のパーツがもげても問題ないんですね。問題ないですし、むしろない方が機敏に動けそうな感じですよね。あくまで攻撃するパーツだしな。コルテックス軍団はどうやら資金力はあるみたいですよね。最初からその武器だけで戦ってくれませんかね。そうだったらもっと弱かったでしょうしね。でも足場を崩されてるのでめっちゃ凶悪じゃないですか。まあ足場崩されたぐらいじゃもはや動じないよね。めっちゃ死んでるわけですからね。せっかくローカライズされてるのに何を言ってるのかさっぱりわからんね。クラッシュをプレイしてる人って多分誰もストーリーとか知らないし気にしてないと思うんですよ。エンディングとかで語られないんですか。確か妹らしき人がパソコンを開いてあだこうだ言ってるだけだった気がする。そうだったわ。思い出したわ。さてはやり込みプレイをしてませんね。伊豆シャボテン公園はこのゲームの影響で行くことになるけどね。前の車買った時にいま一番に行ってましたね。これはアメリカのゲームなのにシャボテン公園なんですか。当時のソニーってすごいですよね。 IQ を企画した人曰くソニーのプレステ事業部の人たちはゲームのこと全く知らなかったらしいけどね。 RPG って言葉自体を知らなかったんですよね。窓口を間違えたんじゃないかって気もしますけどね。生え抜きじゃない上層部だとしたらありえる話でもあるんだよな。自分の会社が何をやっているのかもわからないのに経営するってすごいですよね。結局経営と運営は違うんだよね。全然ゲームのお話じゃないですね。もはやマネーゲームですね。当時はこの敵を夜間くんの仲間だと思ってたよ。よく見るとなんか生理的に来るビジュアルですよね。さすが宇宙ですね。ちなみにあのタランチュラみたいなやつは丸まってる時はスピンアタックでも倒せますよ。動きが微妙に予測できないからこいつ嫌いなんだよ。好き嫌いしないで食べないと大きくなれませんよ。これ以上大きくなってどうするんですか。クモも食べられるらしいからな。もしかして何でも食べるんですか。食べられると言われている全てのものを食べてみたいね。それは夢ですね。食べれなくなることもありますからね。そしてここからはスライディング無双になるよ。きっと苦手なやつですね。しかも微妙にスライディングがしづらいという意地悪な感じですよね。さすがクラッシュバンディック。ずっとクラッシュバンディックだと思ってたよ。埼玉県南部ではそういう呼び方でしたよね。埼玉県南部って独特なんですね。ファミコンショップ桃太郎とドキドキ冒険島を生んだ地域だからね。今思うとファミコンショップの乱立っぷりがすごかったですよね。いい時代だったのかはさておきだけどな。お店に行くワクワク感じみたいなのは今よりもありましたね。本お店に行くよりもアマゾンとか中国通販を眺めてる方がワクワクするもんね。それはただの変態ですよ。変態。ファッション商誌。普通にボンミスじゃないですか。珍しくそんなに死なずにここまで来てたのに惜しいですね。普通に難しそうな感じではありますが。
アクアクの殉職は最速じゃないですか。なんでそういう時に生き生きとするのさ。さすが嫌なやつですね。目をつけられないように気をつけなければ。そういう話は私がいない時にしてほしいのですが。私に対してもトゲトゲ言葉はやめておくれ。それはできない約束ですね。さすが世界レベルの嫌なやつ。クラッシュが小さくなるってどういう原理ですかね。スモールライトかガリバートンネルか。スモールライトは時間経過で元の大きさに戻りますよね。ドラえもんだったのか。そしてボーナスステージですが、透明ブロックは諦めるのが無難ですね。隠し通路がある時点でコントは無理だしね。ここのニトロを超えるのは無理ではないですけどね。残機は欲しいところですけどね。何回もコンティニューしてるから残機もどうでもいいよ。こうしてどんどんレベルが下がっていく。目的はスーパープレイじゃなくて最後までやり遂げるってところだからね。ゲームプレイ下手世界レベル2でもゲームを完走できるって動画ですからね。正直なところそこまで意識高く流行ってないよ。そうなんですか。知ってましたし、みんなわかっていると思いますよ。ゴルテックスの顔がいろんなところに描かれてるの趣味悪いよね。自分の顔大好き系のボスか。ダンジョン内に入れちゃうところが微妙ですね。普通は看板か店の前ですよね。ケンタッキーかな。ついに研究員まで借り出されてますね。猛戦力はわずかって感じだな。無条件降伏すればいいのに。そもそも今はコルテックスに協力をしているんですけどね。パワーストーンを集めている理由ってそんなんだったっけ。どうもコルテックスというのは部下を大切にしないボスみたいですね。実は上層部からは評価されるタイプだよね。ブラック企業ではそうですよね。なんとも社会とは大変な場所なんですね。社会とはニトロに囲まれている一役を取るようなところだよ。それでお金がもらえるなら足喜んでそれやりますよ。まあ社会だとすればこれほど楽な仕事はないですよね。怖い、社会怖い。まあ世の中運の良さってのもあるからな。運も実力のうちですよね。これは運の悪い死に方ですね。運が悪いと本当に大変なんですね。ということでどうにかクリアできたぞ。すっごく微妙な時間ですけど、どうするんですか。まあせっかくだから次のステージもささっとクリアするよ。ここって発電所だったのか。ここが発電所で次はロケットだ。そのステージって苦手すぎて大苦戦してた場所ですけど、この尺で行くんですか。泣きながらカット編集してたんでどうにかなるんでしょうね。実機プレイなのにカット編集。泣いてるんじゃなくて目から汗が出たんだよ。ジャイアンミロンじゃないですか。過激派さんって雑に振られたドラえもんネタを必ず拾いますよね。未来人よ、これがレギュラーと準レギュラーの差なのですよ。逆にドラえもんとポジポジぐらいしかアニメは知らないんだよ。操縦がわからなくて落ちていくの図ですね。ここをカットしてないなんてガバ編集じゃないですか。これほど操作が難しいんだよってことを伝えたかったんだよ。完全に別のゲームですよね。炎が出るってことは一応空気はあるのかな。ロケットって炎出てるイメージがありますけどね。まあ宇宙に行ったことがないので正確なところは分かりませんね。ドラえもんって宇宙ばっかり行ってる印象があるのに。それにしてもリアルなグラフィックだな。デュアルショックがついた頃にプレステを買っても凄さが分かりましたよね。お金持ちの子はコンポジットケーブルを直につけるプレステを使ってましたよね。そしてお金持ちの子だから FF8 が動かないって嘆いてたよ。プレステにも世代があるんですね。後期の一部のソフトが動かないって本当だったんですかね。ただみんな裏返したり立てかけたりして動かしてたから、どちらにせよ買い替えてたけどね。私のプレステ2も縦置きでした。横置きで使えばいいのに、みんなありがたがって縦置きスタンド買ったよね。別に縦置きにするメリットないですよね。縦置きにすると横にゲームキューブがちょうど収まるんですよ。ゲームキューブは全く馴染みがないんだよね。ドリキャスユーザーでしたからね。私の知らない世界だ。未来人ほどキラキラした生活を送ってこなかったんですよ。私は普通に生きていただけですよ。この人は地域振興券でワンダースワンを買った日から全てが変わってしまったんですよ。小渕総理も悲しんでますよ。小渕政権だったのか。ウッチ本の人ですね。24年ぶりに聞きましたよ。まあその時代のゲームだよ。その割にはめっちゃクオリティ高いですよね。
そして当時の開発者の思惑通りに死にましたね。フラッシュはタフだから大丈夫だよ。早くイズシャボテン公園のムービーが見たいのでクリアしてくださいよ。私もそのモチベーションだけでプレイしてたからね。そんなに面白いムービーなんですね。面白いとかつまらないとかそういう次元じゃなくシュールなんですよ。あれ海外版は収録されているんですかね。さすがにオミットされてると思うよ。あのノリを海外で説明するのは難しいでしょうからね。逆に今の方がウケそうですけどね。歌が入ると YouTube さんが著作権のことを突っ込んでくるからね。さすが厳しいですね。仕方がないことですけどね。そして長かったこのステージもようやくおしまいですね。振り返ってみればほとんどゲームの話をしなかったな。怒られますよ。お手柔らかにお願いします。とはいえこのシリーズもあと2回ぐらいでおしまいかな。すごく長かった記憶があるようで回数的にはワンクールぐらいなんですね。次もクラッシュ行きましょうよ。すごく難しいからな。ご視聴ありがとうございます。次回もまた見てくださいね。まだまだ続くよ。楽しみに待っててね。